突然ですが、こんな経験、ありませんか？よし、攻めていくわよ。ここからこんな感じで攻めようかしら。まずは J を。あら、防衛援軍が出てきたわ。まあどうにかなるでしょう。って、あれれ。ユニットが溶けちゃったわ。オノレバルキリーめ。ちょ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 皆さん、こんにちは。どうも、タケユーです。霊夢よ。マリサだぜ。本日は、クラクラをする上で絶対に必要な技、援軍処理について一から説明していくよ。そもそも、援軍処理って何？さっき冒頭の動画にもあったが、攻めている時に防衛援軍がクランの城から出てくることがあるんだぜ。その防衛援軍の処理のことを言うよ。特にクラン対戦では防衛援軍が入ってくる可能性が高いぜ。対戦の場合、攻める前に防衛援軍の有無は確認できるから、入っていた場合はしっかり援軍処理もプランに入れよう。そして、援軍処理の方法にも、一番確実な橋寄せ処理、食い引いでの処理、そのまま本部隊を入れて後ろからサポートユニットで処理、などいろいろあるけれど、そのまま突入させるのは着衣のいないタウンホール8以下ではやめた方がいいね。今回は、基本的な橋寄せ処理の方法を紹介します。これをしておけば安心ね。まずは基本の流れからやっていくぜ。まずは、クランの城の近く、この園内にユニットを出せば防衛援軍が釣り出せるよ。とりあえずババを一体出して釣るわね。釣り出せたら、角大工とかがあればそれを利用しつつ、防衛施設からやられない橋の方に寄せるよ。そして、落ち着いてしっかり寄せたら、アーチャーとウィザードで囲む形が基本だよ。特にバルキリーは範囲攻撃のユニットだから、なるべく間を詰めないようにして出すわね。バルキリー、足が速いから処理はちょっと難しいぜ。だから防衛援軍としてよく選ばれているね。と、こんな感じで囲って処理するのが基本の形となります。だから、水アチャは常に一定数入れておくんだぜ。基本の形が分かったところで、便利なホグでの釣り出しの技を紹介するよ。今回の村では、クランの城が中に入っているよね。そんな時に釣り出す方法が、ホグでの釣り出しなんだ。さあやっていこう。ホグは防衛施設優先ユニットだから、奥の方まで入って釣り出してくれるぜ。この配置だと、水島にホグを向かわせれば釣り出せるわね。角度を調整して、ミスってんじゃねえよ。もうちょっと下だったわね。よし、向かった。バルーンが釣り出せたわね。いや、まだ釣り出しきれていないね。クランの城が30枠に対し、まだ4体しか出てきていないぜ。これで全部だね。アーチャーで端に寄せるぜ。ここからはさっきと同じ要領ね。バルーンは遅いからちょっと倍速。タウンホール8以降はポイズンの呪文が使えるから、それを使えば相手の援軍の速度減少、そして HP を減らすことができるぜ。より少ないユニット数で処理が可能になるね。こんな感じで、バルーンがポイズンの範囲内に入るように水を出して処理するよ。うまく処理できたわね。もう一つ小技を紹介しようか。なんだぜ？こうやって援軍処理に使って余った水たちも、すぐ死んでしまうともったいないから、防衛施設に当たる前に本部隊のタゲ役ユニットを出すよ。この水をサイドカット要因として使うのがいいと思うぜ。処理後の展開も考えて、処理する場所を選ぶといいわね。続いて、もう一つ小技を紹介します。それは、水を外に、アチャを中に出すというテクニックだよ。どういうことだぜ？実際に説明しながらやってみるね。まずは釣り出して端に寄せるわ。ここまではお決まりの流れ。援軍処理は、基本的にはアチャや水で処理することが多いんだけど、その時により攻撃力の高い水を生き残らせて、少量のユニットで処理するよ。ここからスローで見ていくぜ。まずは、ポイズンを落とすね。アチャの出す位置に注目。あら、ドラゴンの真下に出したわね。こうすることで、ドラのタゲは水ではなくアチャに移るね。わざとアチャに攻撃させて、水を守っているのね。普通に出すと、射程の短い水の方が中に入ってタゲられるけれど、こうやってわざとアチャを中に出せば、水が守られるね。それでは、本日のまとめです。絶対に必要なスキル、援軍処理についてまとめました。流れとしては、
まずホグライダーなどでクランの城の近くに出して釣り出し、この時、すべて釣り出せているか確認ね。その後なるべく橋の方にアチャなどで引き寄せ、ウィズ、アチャ、ポイズンで囲むようにして処理。まとめてやられないよう、固めて出さないようにするぜ。援軍の真下にアチャを出すテクニック、余ったウィズをそのまま攻めに生かす小技もあったね。援軍処理は絶対に忘れないようにするんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。